朝鮮民主主義人民共和国の首相は、朝鮮民主主義人民共和国の政府の長である。1948年9月9日の建国以降、1972年12月27日の、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法の制定と1998年9月5日の同憲法改正に伴う国家機構の再編によって、北朝鮮の行政府並びに、 首相の故障、権限は改められている。1948年9月8日の朝鮮、民主主義人民共和国憲法制定により、同国の国家主権の最高執行機関として内閣が設置された。そして内閣の主張として首相の職が設けられ、朝鮮民主主義人民共和国政府の主席として位置づけられた。翌日の建国に伴い、近日政が、 初代首相に就任した。1948年憲法第37条第1項によれば、最高人民会議が内閣を組織することになっている。そのため、内閣の構成員である首相は、最高人民会議によって選出されることになる。内閣の職権、任務参考として、1948年憲法における、内閣の職権、任務を掲げる。首相は、 内閣の主張として、これらを統括、指導することになる。憲法及び法令に依拠して、内閣決定及び指示を交付する。省及び直属機関の事業を統括し、指導する。対外関係における全般的指導及び外国との条約締結。対外貿易の管理。地方主権機関の指導。貨幣及び信用制度の組織。国会予算の編成。 国家予算及び地方予算に入る租税及び輸入の編成。国家産業、商業機関、農村経営機関及び国家運送、停止機関の指導。社会秩序の維持、国家の利益保護及び公民の権利保障に関する対策の樹立。土地、資源山林及び河会の利用に関する基本原則の樹立。教育、文化、科学。 芸術及び保険に関する指導。人民の経済及び文化生活の水準を向上させるための政治的、経済的、社会的対策の樹立。朝鮮人民軍編成に関する指導。朝鮮人民軍高級将官の任意面。副総、主要作業機関の責任者及び大学総長の任意面。各省の省令、規則、または同人民委員会の決定。 指示が憲法、法令、政令、または内閣の決定、指示に抵触する場合、これを廃止することができる。内閣は最高人民会議に国政上の責任を負い、最高人民会議休会中は最高人民会議、常任委員会に責任を負う。1972年12月27日、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法が制定され、 従来の内閣は政務員に改組された。同憲法では、政務員は最高主権機関の行政的執行機関、すなわち最高人民会議に付属する行政執行機関として位置づけられ、国家元首として絶大な権限を有する朝鮮民主主義人民、共和国主席及び国家主権の最高指導機関である中央、人民委員会の指導のもとに事業を行うとされた。 これにより、政務員の権限は大幅に低下することになった。政務員の主張として、政務員総理の職が設置され、翌日、国家主席に前内閣首相の金日政が、政務員総理に前内閣第一副首相の金日が、選出された。国家主席の定義により、最高人民会議が政務員総理を選出、解任する。政務員の職権、 任務1972年憲法及び1992年憲法における政務員の職権、任務は以下の通り。政務員総理は国家主席の指導の下これらを統括する。各委員会、各部、政務員直属機関、地方行政委員会事業を指導する。政務員直属機関を開配する。国家の人民経済発展計画を作成し、 その実行対策を立てる。国会予算を編成し、その執行対策を立てる。工業、農業、建設、運輸、停止、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保険環境保護、観光その他各部門の事業を組織、執行する。貨幣及び銀行制度を強固にするために対策を立てる。 外国と条約を締結し、対外事業を行う。人民武力建設に対する事業を行う。1992年憲法では削除。社会秩序の維持、国家の利益の保護、公民の権利の保障のための対策を立てる。政務員決定、指示に反する国家管理機関の決定、指示を廃止する。政務員決定を採択し、指示を出す。 政務員は最高人民会議、国家主席、中央人民委員会に対して、国政上の責任を負う。1998年9月5日の朝鮮、民主主義人民共和国社会主義憲法改正により、国家機構は大幅に再編された。国家主席と中央人民委員会は廃止され、政務員は内閣に改組された。1998年憲法では、 内閣は最高主権機関の行政的執行機関であり、全般的な国家管理機関と位置づけられ、1972年憲法及び1992年憲法における政務員よりも権限がやや強化された。そして内閣の主張として内閣総理の職が設置され、朝鮮民主主義人民共和国政府の代表として位置づけられた。最高人民会議によって、 選出、解任される。内閣の職権、任務1998年憲法及び現行憲法による内閣の職権、任務は以下の通り。総理は内閣の主張として、これらを統括、指導する。国家の政策を執行するための対策を立てる。憲法及び部門法に基づき、国家管理と関連する規定を制定、または修正、補充する。 内閣の委員会、省、内閣直属機関、地方人民委員会の活動を指導する。内閣直属機関、重要行政経済機関、企業省を新設、または廃止し、国家管理機構を改善するための対策を立てる。国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。国会予算を編成し、その執行対策を立てる。工業、 農業、建設、運輸、停心、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保健、体育、労働行政、環境保護、観光、その他の諸部門の事業を組織執行する。貨幣及び銀行制度を強固にするための対策を立てる。国家管理秩序を確立するための検閲、統制事業を行う。社会秩序の維持、 国家及び社会共同団体の所有と利益の保護、公民の権利保障のための対策を立てる。外国と条約を結び、対外活動を行う。内閣の決定、指示に違反する、行政経済機関の決定、指示を廃止する。内閣決定及び指示を出す。内閣は最高人民会議に国政上の責任を負い、最高人民会議休会中は最高人民会議。 常任委員会に責任を負う。平井118-128ページ。国家管理事業において生ずる重要な問題を、討議、決定する。政務員全員会議で委任した問題を討議、決定する。1972年憲法では、工業、農業、体内外商業、建設、運輸、停止、国土管理、都市経営、科学、教育、文化、 保険等の事業を組織、執行するとされていた。1992年憲法では、社会秩序の維持、国家及び共同団体の所有と利益の保護、公民の権利の保障のための対策を立てるとされた。平井162-166ページ。行政経済事業で提起される新たな重要問題を討議、決定する。内閣全員会議が委任した問題を討議。 決定する。ありがとうございます。